切れてしまいましたね。BGM はないんですが、皆様お久しぶりです。今日も神のご加護があらんことを。シスタークレアと申します。今日は明日の配信に向けて というよりも、なんとなく気持ちが焦いでしまってこんばんは。本当は BGM が欲しいところなんですが、そうですね、意外にコメントがこうたくさん流れているんですね。リュウセンも配信してましたね。少しおしゃべりしているところを聞いたんですが。いきなりチャレンジが一つやってまいりましたね。クレアさん、語尾にニャをお願いします。そうですにゃ。なんだかとても恥ずかしいですにゃ。どうしたらいいですかにゃ。次のチャレンジお待ちしてますにゃ。子守歌ですか。子守歌、にゃんはそのままですか、にゃん。ですかにゃん。今日はそのまま困りましたね。どうしましょう。でも私、猫の鳴き真似は少し得意なんですよ。どうですか？ではでは、早速ですが、この前実はウイロウリ勉強したんです。うまく言えるかはわからないですが。
社親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を経って二十里上方総州小田原石木町を過ぎなされて青物町を上りへおいでなするれば、欄干橋虎屋東右衛門ただいまは啓発いたして遠斎と名乗りまする。岩頂より大坪森までお手に入れまするこの薬は、昔陳の国の当人ウイローという人、我が町へ来たり帝へ三代の折からこの薬を深く込め置き、持ちうる時は一粒ずつ冠の隙間より取り出す。よってその名を帝より東鎮香と賜る。すなわち文字にはいただきすく匂いと書いて東鎮香と申す。ただいまはこの薬、ことのほか世情に広まり、方々に偽看板をいたし、いや小田原の、灰田原の、三田原の、隅田原のといろいろに申せども、ひらがなをもってウイローと記せしは親方遠斎ばかり。もしやお立ち会いのうちに熱海か遠野沢へ当時おいでなされるか、または伊勢御三宮の折からは必ず門違いなされまするな。お上りならば右の方、お下りなれば左側、八方が八つ胸、表が三つ胸、玉堂作り、破風には菊に霧の塔の御紋をご赦免ご赦免あって経図正しき薬でござる。からが本番ですから。にゃいや、最前より仮面の自慢ばかり申してもご存じない方には、昇進の胡椒の丸のみ白川よ船、さらば一流食べかけてその気味合いをお目にかけましょう。まずこの薬をかように一流舌の上に乗せまして、腹内へ収めますると、いや、どうも言えぬは維新配管が健やかになりて、軍風のんのより来たり、甲虫微量を生ずるがことし、魚鳥キノコ麺類の食い合わせ、その他万病速攻あること神のことし。さてこの薬第一の奇妙には、舌の回ることが銭ごまが裸足で逃げる、ひょっと舌が回り出すと矢も盾もたまらぬじゃ。そりゃそりゃそらそら回ってきたわ回ってくるわ、あやのどさわさたらの舌に。影差し音、浜の二つは唇の形状、開口爽やかに、赤沙汰の浜やらは、おこそとのほもよろを一つヘゲヘゲにヘゲほしはじかみ、ぼんまめぼんこめぼんごぼう、積み立て積み豆積み山椒、諸砂山の車窓城、小米の生紙、小米の生紙、ぼんこ米の粉まがみ、シュスヒズス、シュス出陳、親も貨幣、子も貨幣、子も貨幣、親貨幣、子貨幣、子貨幣、親貨幣、古くりの木の古くり口、古切る口甘がっぱか番がっぱか、貴様のキャハンも川ギャハン、我らがキャハンも川ギャハン、シッカーバカモの尻尾転びを見張り張りながに、ちょっとぬーてぬーてちょっとぶんだせ、河原なでしこの関地区、のらにょらいのらにょらい、みのらにょらいに、むのらにょらい、ちょっと先のおこぶときにおけつまずキャラな、細と、ん?細溝に、どじょにょろり、今日の生だらなら生まながつお、ちょっと四五巻目、お茶たちょたたっちょ、茶たちょ、ちゃっとたちょたたっちょ、泡だけ茶せんでお茶茶とちゃたちゃ。皆さんのコメント読めないですね。来るは来るは何が来る、荒野の山、荒野の山のおこけら小僧、たぬき100匹箸100銭、天目百杯、棒800本、ブグバグ、ブグバグ、ミブグバグ、合わせてブグバグ、ミブグバグ。キククリ、キククリ、ミキククリ、合わせてキククリ、ムキククリ。これ聞いてて楽しいですか?麦ゴミ、麦ゴミ、ミムギゴミ、合わせて麦ゴミ、ムムギゴミ、アナナゲシの長なぎなたは、タガナゲシの長なぎなたぞ。ちょっと披露するのが恥ずかしくなってきましたね。向こうのごま柄は、絵のごま柄か、まごま柄か、あれこそ本のまごま柄、ガラピーガラピー、家族でもおけがれこぼし、おけがれこぼし、ゆんべもこぼして、またこぼした、タープポポ、タープポポ、チリカラチリカラ、ツッタッポタッポタッポ、一丁だこ、落ちたら煮てこう、煮ても焼いても食われぬものは、ごとく鉄球、金熊同時に、石熊石文字、ドラクマトラキス、中にも同時の、羅生門には、茨城同時が、うてくりこんこを掴んでおんしゃる、かの大根の膝元さらず、ふな金柑、しいたけ、定めてごたんな、そば切り、そうめん、うどんか、ぐどんな、こしんぼち。
小棚の子下の子受けに小味噌が壊るぞ、小弱子こもって小作って小よこせ、おっとが天だ、心得丹部の川崎神奈川蛍谷戸塚は走っていけば八戸をすり向く三里ばかりが藤沢平塚大忙しや、小磯の宿を七つ浮きして蒼天蒼蒼蒼州小田原東鎮港隠れござらぬ貴仙郡女の花のお江戸の花う色、あれ花の花を見てお心を和らぎやという、産子はう子に至るまでこのう色のご評判ご存じないとは申されまいまいつぶり、角出せ棒出せ棒棒眉に薄きねすり鉢バチバチガラガラとガラガラガラと羽目を外して、こんにちはおいでのいずれも様にあげねばならぬ裏ねばならぬと息勢引っ張り、東方世界の串りに元締め感じました。薬師如来も昇乱あれと頬を敬って、ういろうはいらっしゃりませぬか。なんだかとても恥ずかしいですね。もっとちゃんとスラスラと言えるように頑張りたいです。リクエストたくさんチャレンジしていきたいです。びっくりしましたか？ありがとうございます。今日まで頑張ってよかった、よかったです。びっくりしましたか？ありがとうございます。びっくりアです。びっくりアよかったです。早口言葉はあまり得意ではないですが、こんばんは、初ライブありがとうございます。死神、東京特許許可局難しいですね。東京特許許可、東京特許、東京特許許可局言えないですね。森の近くは朝も鳥さんが鳴いていますし、よく鳥さんが鳴きますね。家業が苦手かもしれませんね。クレアさんの方言で聞きたい。そうですね、私は方言というものは喋れないのですが、お願いします。関西弁は難しいなぁ。ちょっと違うかもしれないですね。せやなぁ、水筒よ、バリ水筒よ。
っと他の方言も知りたいですね。好きじゃけん。ほんま大きに。タメ口で話してみて。とっても恥ずかしいけど、こんな感じかな。やっぱり恥ずかしいよ。もういいですか？次はどんなチャレンジが？ありがとうございます。にゃんべん、外国語、外国語。やっぱりウインクできないですね。イブ、ハラショー、スパシーバー。シェイシェイ、ナス、グーテンモルゲン。ダンキシン。シェイシェイ、ナスはダメなんですか？わかりました。リクエストってコメントから受け付けなんですか？そうですね。コメントを拾いながらやっております。他のメンバーのモノマネしてみて。うん、そうですね。からしようかな。ドーラちゃん、ドーラちゃん、そうだな。よう人間ども、ファイアードレイクのドーラちゃん。わし、お茶飲む。かわいいですね、ドーラちゃんは。ゆずちゃん、この茶、まずいんだけど。もう一回飲もう。これはちょっとハズリンの。アスリンの真似が。かもしれないですね。コウくん、コウちゃんはちょっと難しいですね。マサルくん、マサルくんはそうですね。
しようかな。難しいですよ。起きてます。リュウセン、リュウセンは普段何を言ってましたかね。ちょっと聞いてみましょうか。リュウセンの配信は終わったんですね。自己紹介の動画を見るのが一番な気がしますが。ボイス集もありましたね。くすぐったいのでやめてください。あ、流れちゃいましたね。怒られちゃうかもしれない。あ、リュウセンがなぜリュウセンと呼ばれるようになったかですか。リュウセン、リュウセンはとてもいい声ですよ。私が初めてリュウセンに会った時に、シェンさんと呼んだらリュウセン以外は返事をしないと言われてしまって、それからリュウセンのことはリュウセンと呼んでいます。大事な試験を乗り切れました。お疲れ様でした。リュウセンはとってもいい子ですよ。眠いから寝ます。おやすみなさい。最近暑すぎ、暑いですね。はい、それではね、今日もやっていきますよ。はい、っていうのは誰でしょうか。海屋社さんですね。 シースのみんなとは一応ちゃんとおしゃべりしたことありますよ。先週入試でした。疲れ様でした。まだまだ
皆さんのことはちゃんと分かってないのだなというふうに思いました。もっと真似をできるくらいには頑張りたいですね。キスの愛さんですか？キスのさんは大変恐れ入りますね。私が真似をできるような方ではないのですが、誕生日素敵でしたね。ではチャレンジしてみます。はい、どうもー、バーチャル YouTuber のキスナアイです。ダメですね、申し訳ありません。ちょっと汗をかいてきました。そうですよね、ありがとうございます。未来あかりさんですか？た、難しいですね。大先輩ですからね。姫ちゃんですか？姫ちゃんは大好きなのでたくさん動画を見てますが、誰の真似をしようかな。シロさんですか？起立、気をつけ。何、ヘニャヘニャじゃないですよ。シロさん、行くぜ行くぜ行くぜ。ダメですね、聞かなかったことに。どうしましょう。はあ、こんばんは、配信初見です。ありがとうございます。ピカチュウの真似ですか？頑張ってみましょうか。ピカチュウ。ちょっと難しかったですね。
セミの真似ですか？みー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 ん？かな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 難しいですね。あとはまだセミは鳴いてないですね。犬の真似、子供たちの中で犬の真似がとっても上手な子がいます。クレアさんは猫派ですか？犬派ですか？どちらも可愛いですよね。ワンちゃんも猫ちゃんも、タヌキ派寝てないですよ。なかなかたくさんコメントが。男の子の声ですか？たまに絵本を読むときに頑張って出してみたりしますよ。でも何か文章がないと難しいですね。私も絵本を読みたいのですが、動画で絵本は使っていいのでしょうか？寝られる方はおやすみなさい。著作権の問題がありますからね。青空文庫、なるほど。青空文庫という出版社ですか？サイト名、なるほど。絵本を作ってみましょうか。
時間はかかってしまいそうですね。いろんな作品があるんですね。クレアさん、とっておきのダジャレお願いします。おやすみなさい。そうですね、ダジャレ。とても考えています。そうですね、何の文字から始めましょうか。魚ですか。魚、ライトは右手に持とう。あんまりダジャレっぽくならなかったですね。左手にはレフトレフトって何ですか。名前覚えたからな、なんて怖いこと言わないでください。おやすみなさい。乾いた笑いで笑ってる方がいますね。次は何にチャレンジしましょうか。あ、ナイトに助けを求めないと。
のはコメントを読んだだけなんですけどね。コメントのせいに、私は面白いと思ったコメントを読んだんですよ。昨日同じ学科でクレアさん好きな人発見して友達になれました。ありがとうございます。それは私も嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいですね。次はどんなチャレンジをしましょうか。そういえばこの前知ったんですが、そちらの世界にはクレアおばさんのシチューというものがあるんですね。私もおばさんになったらシチューのシチューのキャラクターというのでしょうかになれるのかな。楽しみですね。私がおばさんになっても とても可愛い曲ですよね。私がおばさんになっても泳ぎに連れてくの。派手な水着はとても無理よ。若い子には負けるわ。今度フルで歌ったのをあげてください。おやすみなさい。確かに見た目は少し暑そうですよね、私の服は。半袖はないんですよ。薄手にはなるんですが、まだ着てみたい夏服ですか？そうですね。
T シャツも着てみたいですし、ワンピースも、夏のワンピースが欲しいですね。あとは浴衣もとても素敵ですよね。ドーラちゃんがパーカーを作ってましたね。可愛かったな。クレアさんは夏の風物とし風物詩とし と, と風物詩といえば、そうですね、教会のみんなで川でスイカを冷やして食べたりそういったことが夏らしいなと思いますね。また機材が揃ったらセリフも読みたいですね。天使にラブソングをとてもおすすめされて、今度時間ができたらちゃんと見てみたいなと思っています。かき氷のシロップはシロップというものを見たことがないんですが、いちごなどを凍らせて肉とお砂糖を混ぜたものとっても美味しいですよ。カラフルなんですよね。青とか黄色とか緑とか、ブルーハワイ、なんだか常夏という感じがしますね。抹茶ミルクが好き、美味しそうですね。舌が青くなるんですか？舌が青く、舌が青く、なんかワクワクしますね。どうですか？お口あんしてはなんだか恥ずかしいですね。次のチャレンジもお待ちしてますよ。おわお普段も
教会におりますので、この服を、寝るときはパジャマを着ております。パジャマは何色？お気に入りはピンク色のパジャマですね。皆さんが楽しんでくれているならチャレンジをしなくてもいいですね。よくないですね。はい、生まれつきです。はい、ネグリジェにとても憧れます。指パッチンですか？はい、ぬいぐるみ持っておりますよ。お部屋に一人。白いクマさんです。ならないですね。上にあげたらなるのでしょうか。腕が上に上がらないので難しいですね。好きな香りですか？そうですね、好きな香りはお花の香りも好きですし、お花の香りだとリリーオブバレー、スズランですかね。スズランの香りはとても好きです。それからピオニーという芍薬ですね。金木犀もとてもいい香りですよね。芍薬はとっても素敵なお花ですよ。シスターは辛いものは食べられますか？そうですね、あんまりチャレンジしたことはないですが、いつか頑張ってチャレンジしてみたいですね。拍手ですか？ちょっと今手が空いておらず。ありがとうございます。ロングヘアです。腰くらいまであります。たこ焼きのタコは好きですか？私、たこ焼きにとっても憧れてるんです。たこ焼きはパーティーするんですよね。
たこ焼きを焼く機会があれば、子供たちとたくさんたこ焼きを食べられますね。皆さんともパーティーできたら楽しそうですね。シーズのみんなともたこ焼きパーティーしてみたいな。みんなでたこ焼きパーティーしてみますか？アツリンかな。タコパ、いっぞ。では今度機材が届いたら、みんなたこ焼きを焼いてたこ焼きパーティーをしましょう。一緒にご飯を食べるのもいいですね。タヌさんとたくさんタコさんを食べるパーティータヌさんとたくさんタコさんを食べるパーティー皆さんもお友達と一緒に参加してくれたら嬉しいですね。何も決まってないですが。いやー、参った参った、笑いすぎて真顔になってたわ。そんな。寝てないですよ。そうですね、一旦このお話はやめにしましょう。新しいチャレンジをお待ちしています。準備万端ですよ。5万人記念にタコパはいいですね。そうしましょうか。早口言葉、そうですね、バイノーラル配信というのは、ASMR と同じですかね。
R? あれ？は配信できたらいいなと思っていますよ。アブリカルビを5回、あ、10回アル、アブリアブリカルビ、歌でもいいですよ。アブリカルビ、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 アブリカルビ。あれ？アブリカルビ、これは頭を集中させるとうまく言えます。こんばんは。巻き舌はできないです。青パジャマ、赤パジャマ、黄パジャマ、青パジャマ、赤パジャマ、黄パジャマ、青パジャマ、赤パジャマ、黄パジャマ、青パジャマ、赤パジャマ、黄パジャマ。腹筋ですか？生バナナ、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 生バナナ。意外に言えましたね。口笛ですか？できないですね。お化けでそう。蛇、確かに森には蛇も住んでますからね。楽器ですか？パイプオルガンがあるのですが、パイプオルガンは弾いたことはないんですが、ピアノなら少しだけ。ジブリはお好きですか？はい、子供たちと歌を歌ったりしますよ。ただピアノはそうですね、重くて移動ができないので私のお部屋にはないんです。ディズニーですか？とても素敵ですよね。お姫様が出てきたり。ユニバーサルスタジオも楽しいところなんですよね。私は朝の風景という曲がとても好きです。
さんは聞いたことありますか？私は残念ながらそちらの世界にはまだ行く方法がないですので。1時になってしまいましたね。ならですか？奈良に行きましょう。英語はとちょっと自信がないですね。ボンジュール。はい、おやすみなさい。この曲の次の歌詞がボンジュールなんです。あとは Part of Your World という曲は知ってますか？とても好きですね。See my collection complete. Wouldn't you think I'm the girl, the girl who have you seen? Look at that tall treasure that tall. How many more that can? まだ歌えそうですね。英語で歌えたらかっこいいですが。よく見て素敵ね、これでもっと完璧、何でも持ってる私は全て
周り中取り囲む、なんてたくさんの宝物、陸にあるもの全部手に入れた。何に使うものかも知らないの、名前もね。これ欲しい？20個もあるのだけど足りない。何か人間の住む国でみたいな素敵なダンス、そして歩く、なんて言った？あ、足？入れちゃ遠くへ行けない。足が犬は踊ったり散歩したり。どこ歩くんだっけ？道歩いて走って、日の光浴びながら、自由に人間の世界で。何でもあげるわ、ここを出て、暖かい砂の上で眠れたら、陸にはいないわ、あんなわからずやわ。私は子供じゃないのよ。ああ、わからないことたくさん、教えてほしいことたくさん。なぜ火は燃えるの？教えて。いつの日か陸の世界の果てまでも行きたい、人間の世界へ。素敵な曲ですよね。ありがとうございます。はい、やっぱり1時を過ぎたら寝た方がいいですよね。よかったです。まだ寝ない。よく子供たちも言いますよ。まだ寝ない。もう寝なきゃダメでしょ。子供たちは、そうですね、絵本を読んであげたり、お腹をポンポンとしてあげるだけで、すやすやと寝たりしますよ。小さな子は、たまにクレアママと呼んだりしますが、そうですね、ママではないですが、その子たちにとってママのような存在であるなら、私はママでありたいと思います。もちろんクレアお姉ちゃんと呼ぶ子もいたり、
フレア先生とかシスター先生とか呼んだりもされます。クレアちゃんと呼んでいただいても嬉しいですよ。はあ、レアちゃんそれも可愛いですね。アズリンなんかはレアレアと呼んだりリュウセンも私のことはクレアと呼んでいますし、シスターってもいいですよ。何でも呼んでいただいていいんですよ。とっても嬉しいですから。突然呼び捨てはびっくりしてしまいますが、レアシスですか？なんだか、新しい名前のような感じですね。ちゃんなんだか小さい頃のようですね。タワさん、そのタワどこから来たんでしょうか。ありがとうございます。シスター、そうですね、シスターはあまり省略しないでほしいかもしれないです。私はいいんですが、他のシスターがあまりよく思わないかも。私のクレアはどう呼んでいただいてもいいのですが。星が綺麗ですね。月は見えないですが、
土砂降りのところもあるんですね。くれぐれも災害にはお気をつけて。ルナですか？はい、星、見えてますか？ムーンライト伝説。私、この前魔法少女というのを教えていただきました。魔法少女というのは魔法を使って変身をしたり夢を叶えたり、そんな女の子たちのお話だそうです。憧れますね。放課後のプレハディス、見てみますね。うんうん、コメントをたくさん読んでしまいました。マドカマギカ、リリカルクレア。なんだか可愛いですね。ただあまり何かを見る時間が。あまりなくてゆっくりになってしまうかもしれませんね。魔法が使えたらいいですよね。魔法少女の曲をたくさん歌う、そんな配信してみたいですね。お邪魔女。これは私最近気づいたんですが、私がこうして無言でコメントを読んでいる時間はアーカイブを見てる方にはわからないんですよね。もっとたくさん喋らなくては。そうですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。
ードキャプター早くきちんとした環境でちゃんと動画を見てる方も配信に来てる方も楽しめるようなそんな空間を作っていきたいですね。謝りまー潜むパワー私の世界夢と恋と不安でできてる。でも想像もしないもの隠れてるはず。鳥たちは風に乗り旅をしていく。今日から明日へと見つけたいな、叶えたいな、信じる、それだけで超えられないものはない。歌うように、奇跡のように、思いが全てを変えてゆくよ。きっと、きっと驚くくらい。歌詞すぐに忘れてしまいますね。誕生日をこのまとりふわりが難しいですね。感じた、どうにもならない今日だけど、平坦な道じゃきっとつまらない。君と生き君と生きてく明日だから、はい、明るくないでちょうどいいもうちょっと勉強しますね前、歌ってクレアさんのタグに書いてあったんです。あ、そういえばこの前教えてもらったあの曲も魔王の曲でしたね。ツイッターを見てる方じゃないとわからないかな。
とっても可愛い曲だったんですけれども、タタタタンタタタタンタタタンタン、好きだよよよ止まんない、やーやーやーラブパンチ、シャイな君の笑顔はずるいよ、ずっと見ちゃう、ノンノンノン負けないぞ、もうめっちゃ大好きだから、そっとずっとそばにいてよね、ちょっとやばいぞ、 Love won't you sensation baby love don't you high tension、あ、ハジケーションでした。好き好き大好き大好き好き、君にキス、ねえスカートちょい短め、アンコウチ向いてよ、もう乙女、心は変っちゃいない、こんなに胸がキュンとなって、だけど素直な気持ち伝えましょう、君にミラクルンルンルン起こすから、はいはいはい覚悟して、やっぱ君の彼女になりたい、告白ちゃん、もんもんもんたまんない、もうめっちゃ大好きだから、キュッとずっと手をつなごうよ、きっと楽しい、 Love won't you sensation baby loveDon't you high tension? とっても可愛くて楽しい曲ですね。光る風を追い越したら君にきっと会えるね、新しい輝きハッピーレディーゴー、タタタタラン、タラタタン、タラタタン、タタチャ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 、目覚めたばかりのときめきはじけそう、胸ポケットに詰めて空を見上げた、前髪の行方を鏡とにらめっこ、オリジナル笑顔で駆け抜けたいよ、一秒ごと時々色づくこの日々が未来地図になる、高鳴る頃光る風を追い越したら何が待っているのかな、雨降りても平気に虹になるよ、カラフルハッピーマテリアル子、君にきっと会えるね、小さな勇気を咲かせよう。ちょっと元気な曲は体を消耗しますね。体？体力？よいしょ。楽しくて時間を忘れてしまいます。M-I-N-A-M-I-K-E Let's go! M-I-N-A-M-I-K-E
い、負け、いい、レッツゴー。はい、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 ふーん。指差し確認で、飛び込んだ月曜まで、マイペース起動で、瞬間周到上、ときめきのレシピは、秘伝の一瞬にある、南風くるくる、スカートで、バルーン飛行、レッツゴー。幸せを歌えば、きっとパワーになるよ、そうでしょ？日常の中にキラキラがある。つまんないことだって軽やかステップで挨拶ヘロー。ハッピーユニゾン空をかけてく。歌ってくれはさんのタグは結構いろんな曲が書いていただいて聞くのもとても楽しいです。わかる曲はわかるのですが、まだ聴けてない曲はまた勉強しておきますね。ルル風邪ひくの、風邪ひくの、お布団なくて寒い、お布団剥がされて寒い。青少女領域ですか？火花夜明けにあなたが来る。ありがとうございます。歌詞は覚えているところと覚えてないところがありますね。サウンドホライズンを教えてもらった時に一緒におすすめしてもらいました。うまく歌えるかな。また、また言わないで。呪文めいたその言葉、愛なんて羽のように軽いささやいて、パパより優しいテノールで奪う覚悟があるのならば。百万のバラのベッドに埋もれ見る夢よりもかぐわしく、
私は生きてるの。どうすれば醜いものがはびこったこの世界汚れずに羽ばたいてゆけるのか。一人眉の中学び続けても水晶の星空は遠すぎるの。また触れないでその震える指先は鼻盗みどの甘いためらい触れてもいい。この深い胸の奥にまで届く自信があるのならば白馬の王子様なんて信じてるわけじゃない。ありがとうございます。ラストリクレットモザイクかけら勉強まだまだ足りないですね。ブルーハーツ、メトロポリタン美術館、ガラスドール。空色デイズ、小さきもの、そうだ、教えてもらったのにまだ聞いてなかったです。私たちはここにいます。ここには夢がちゃんとある。指先ワンプッシュ全てに。でめくってカレンダーが私の毎日ウェンデーサーテンライデーサータデー繋がってブランニューブランニューウィー。いつもここから可愛いメイクマイデイズになってしまうんです。女の子なんででしょうか。
時はどうする？時はどうする？翼があればいいのに。君に会いたい時はどうする？秘密のドアをノンノン、いいでしょう。タタンタタタラタタンタタララタタタララ、遠い二人の距離が切なくて笑顔になれない、タララランタラ、そんな私のこともわかってよ、寂しくってちょっと怒っちゃう、好きになって本当によかったと毎日ささやきたい、もっとね、タララランタラ、会いたい時はどうする？月に星に願うだけ。君に会いたい時はどうする？物足りないの夢じゃ。会いたい時はどうする？翼があればいいのに。君に会いたい時はどうする？秘密のドアをノンノン、いいでしょう。何かが壊れて何かが生まれる繰り返し、無駄なことさえやめない人たち、不思議な人たち、眺める私も含まれた。あ、ほどけない問題などありはしないと知ってても、複雑な階段が物語作ってゆく。私にもただ一つの願望が持てるなら、記憶の中最初からを本にして窓出て読む。ページには赤い印現れて踊り出す。つられそうだと思うなんてどうかしてるけれど、禁じられたワードをつぶやけば最高。喜んでくださったならとっても嬉しいです。勉強した甲斐がありました。ですね。
買ってないですよ。君は聞こえる僕のこの声が、闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が意味を持つのなら、こんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らないで走り出した。思いが今でもこの胸を確かに叩いてるから、今日の僕がその先に続く僕らなりの明日を気づいてゆく。答えはそう、いつもここにある。実はアニメはあんまり最近は教えていただいた曲をたくさん聴いております。もう一回こっち向いて、言いたいことがもっとあるから、もう一回こっち向いて本気が揺れる愛のフューチャー、私から誘う勇気をくださいと月に願うの。魔法だったらな。寝てないですからね。切ない心に魔法をかけてみましょう。未来への近道ね。かっこいい曲ですよね、バタフライは。ご機嫌な蝶になってきらめく風に乗って、今すぐ君に会いに行こう。低いですね。余計なことなんて忘れた方がマシさ。これ以上洒落てる時間はない。何がウォー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 、この空に届く。
くのだろう。だけど明日の予定もわからない。音程が外れちゃいましたね。無限大な夢の後の何もない世の中じゃ、そう愛しい思いも負けそうになるけど、ステイしかしない明治だらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ。 Oh my love。 なんだかはしゃいでしまっていますね。これはアーカイブに残すのが大変かも。そうですね、多分累計ではないでしょうか。アーカイブ見たいと。はい、残しますね。では2時になったら寝ましょう。明日学校の方やお仕事の方やお休みの方もいらっしゃると思うのですが、2時は遅い時間ですね。ごめんなさい、お付き合いさせて。また明日の朝になったら。あら、横向きになってしまいました。満天の星空ですね。画面の向きロック、なるほど。そうですね、星を眺めたりもしたいですね。寝てないですよ。七夕ですか。なんだかまったりしてきましたね。
ありがとうございます。いいですね。寝落ちしますか？パジャマ、そうですね。パジャマがあったらいつでも寝られますね。私は寝ないですけど、だんだんこの画面が熱くなってきました。大変。あと4分間ですが、で何をしましょうか。充電しながらだと負荷がかかるんですか。やめました。恥ずかしいですね。知りませんでした。カクカクカク。首の動きがおかしくなってます。恥ずかしいですね。おまじない、そうですね、大好きですよ。昔やったことのあるおまじないですが、月夜の晩にお花を小瓶に入れて、月明かりに一晩照らして、それからお部屋に飾ると月のパワーがもらえると聞いたことがあります。私はスミレの花を入れました。満月の夜はぜひやってみてくださいね。それでは皆さん、今日というか今回もありがとうございました。優しい皆さんが優しいタヌさんが大好きですよ。いつもありがとうございます。それではおやすみなさい。